して3月8日は国際女性デー。ブルガリが誕生したイタリアではミモザの花を女性へ贈る日とされています。そして奇遇なことに山下さんの誕生日4月9日の誕生花もミモザなんです。2つ花言葉があると言われていまして、友情、秘密の恋だそうなんですが、秘密の恋はされていらっしゃいますでしょうか。秘密の恋というか、今映画の撮影をしておりまして、そちらでは恋をさせていただいてます。秘密の恋の質問を軽やかに交わしつつ、春に向けたメッセージを送りました。春がね、そこまで来ているので、こう心にも花を咲かせてハッピーな一年を過ごしてほしいなというふうに思います。